はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわでございます。毛禄じじい様、近藤辰幸様、罪袋様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがたく頂戴いたします。政治活動資金させていただきたいと思います。チラシなどグッズが揃い、昨日からですね、草加市議会選挙に向けた政治活動を開始いたしました。こちらは草加駅です。私の隣が内田信之草加支部長ですね。投票日10月16日に迫ってるので、ちょっとみっちりやんないとなみたいな感じであります。支部長内田は平日仕事なんで、靴沢がですね、草加に行って勝手にチラシ配りやってようかな。草加市内ポスティングボランティア様大募集であります。1000枚一口でお送りいたします。もちろん無料であります。内田のチラシをポスティングしていただけるありがたいポスティングボランティア様大募集であります。お名前、郵便番号、ご住所、電話番号、これ宅配便でお届けするんで必要であります。を靴沢良治@gmail.comにお願いいたします。動画説明欄にも貼っておきます。よろしくお願いいたします。画像提供ありました。1枚目、今年の8月20日選挙ギャルズ、車のナンバー8225ですね。究極のいた車とか、言われておりましたけども、痛いな、何が無理ポンだよ、いう話でね。2019年3年前7月13日参院選、吉良よし子大井町で、撮影されたもの。8225、車のナンバー。2021年10月26日衆院選の最中、上野で撮られた共産党の街宣車、8225と。2020年、7月9日参院選、山添拓新宿で撮影、8225と。まあ早話が共産党の街宣車じゃん。選挙ギャルズの街宣車をさ、なんかに偽装しないと素のままの自分たちではとてもとても新しい信者をオルグできないという自覚はあるみたいだな、共産党はな。ずる臭くて騙せば勝ちって思ってったのが、卑怯卑劣そのものなんですけどね。大失敗してんですけどね。こうやって車のナンバー見比べられちゃって、参院選吉良よし子、衆院選、参院選山添拓と同じ車であったとさ、というですね。昼食に今日はですね、唐揚げ定食、定食屋さんで食べたんですけど、見たくもない昼帯を見てしまいました。そこの定食屋さんでね、統一教会と岸信介の歴史を詳しく放送しておりました。自民党、特に清和会、安倍派と統一がズブズブにしたいっていうこと、ズブズブっていうことにしたい強い意志を感じます。安倍総理が亡くなっても未だに安倍がやってんな。清和会イコール統一だから安倍総理は襲われて当然、大キャンペーン、いつまでやんだろうか。TBS イコールソ連イコール北朝鮮なので、韓国系の統一教会はフリーハンドで気兼ねなく叩けるのかな。韓国系が強いフジテレビは安倍側をやっても坪側はそんなにやってないんじゃないかと推測いたします。まあ見てないんですけどね。1964年宗教法人認可が下りた、本部は渋谷区の岸信介の自宅の隣であった。岸信介は共産主義との戦いに統一教会を利用しようとした、はっきり言っておりました。 TBS 昼帯で、じゃあ当時もっともっと凶暴だった共産主義っていうか、まあ赤どもが一番悪いんじゃないか、とは放送しないテレビ局と、1957年共産党から中核派が分離いたしました。62年中核派から角丸派が分離しました。
で100人単位で殺し合いと、1964年統一教会宗教法人認可、勝共連合というものが作れました、共産主義と戦うぞみたいなね、当時のあの韓国政府の意向も入ってるんでしょうか。66年成田闘争、死者合計12名、未だに継続中って、50年以上や34年56年やってんだ。なんにゃ、1967年羽田闘争、68年東大闘争、安田講堂立てこもり、日大闘争でなんかレンガかなんかあの上から落っことして警官一人亡くなったみたいなね。70年東京教育大リンチ殺人事件、71年関西大学内毛羽殺人事件、72年山岳ベース事件、浅間山荘事件と、浅間山荘でもう赤ども学生運動暴力闘争は終焉、みんなに呆れられて終焉を迎えたですけれども、岸信介はですねこういう毒に毒を持って制すつもりだったようですけどダメだったと、そういう結果に終わったと、毒を持って制すつもりの用いた毒が猛毒に育ってしまった、初期はですね今のような日本人を騙すスキルマニュアルが発達してなかっただろうが、可能なインチキ見逃さずやるという連中ですから、韓国に嫁入りしてね統一教会に騙されて、現在音信不通になってる日本人女性が6500人以上って言うんだから、北朝鮮の拉致被害者の6倍ぐらいいる、猛毒ですよね。その人ら今生きてんだろうか、人生をドブに捨てんのも含めて信教の自由それでいいんだろうかって思いますけど、ちなみにフランスの反カルト法は、セクト法って言うんですけど、その団体のせいで何らかの違法行為が発生すればカルトとみなして解体、単純明快ですな。フランスに住んでるひろゆきさんがこっちではその統一教会もうすっかりなくなってて法律で解体されてて、話題になっていない、なんていう忘れられて統一教会、フランスでは、神は金を無心しないっていうのもいい標語ですよね。全マスゴミの統一教会叩きに逆ギレ、現在各報道機関と当法人民友好団体とのこれまでの関わりなどについて過去に遡って詳しく調べております、全面的に公開します、自分らと関係してた、マスゴミを全部バラすと宣言、まあ脅しのつもりでしょうか、まあそうでしょうね。ワイドショーでそんなにうちのことを悪く取り上げないでほしいという脅しのつもりなんでしょうか。論より大声嫌がらせそのまんま、ネットの反応です。ぜひぜひ、包み隠さずどうぞ。日本の戦場始まるな。これに対するマスコミの反応が見たい。マスコミがいくつか潰れると面白い。関わるとこうなる法則。公表した結果、統一と有害マスゴミが一緒に消えてくれれば言うことないな。 NHK 電通にたくさんいそう。例の法則発動ですねこれね、関われば関わるほど個人企業団体問わず衰退する、あちらにですね嫌われれば嫌われるほど個人企業団体を問わず流星する、というわけで私もなるべくですね、あいつらに嫌われるようにですね日々精進しております。嫌われれば嫌われるほど栄えるんだからしゃあねえよね、誰でも嫌われることを目指しますよねそりゃね、結論なんですけど関わったら負けと、世界最強の米軍でさえねベトナムで負けちゃうんだから韓国軍連れてったせいで、効果絶大ですよね。これ民間人に対してとんでもねえことをいっぱい韓国軍がやりまして、ベトナムの民衆の支持を失った米軍もろとも、米軍があいつらを連れてこなければみたいな恨まれたのも大きな敗因の一つであると、結局今ベトナムって
共産主義一党独裁国家ですからね。よく知られていませんけれども、ですんでミニ中国と呼んでも過言ではないベトナム、信用できない、信用するのはダメと思います。広告を掲載したことがあるっていうんでもアウトだったら、無事なマスコミないんじゃなかろうか。今は大手の全国紙でもですね、高齢者向けの通販広告とか載せてますよね。なんか凝りがほぐれる電気椅子とか、そんなやつ。なんか磁石のペンダントとかね。実は統一の通販部でしたなんて展開もあるかもしれないですね。死してなおですね、日本の浄化に貢献されている安倍総理に感謝であります。私。8月21日、岸田総理がコロナに感染。22日、総理ほぼ回復。念のため月末まで自宅療養だそうであります。ワイドショーの統一と自民叩きで内閣支持率下がっちゃったんだって。だからほとぼり冷ましにいいんではないか。表に出てこないのはしばらく、一晩で回復するような軽症で9日間も療養すんだよなっていう意見もありましたけれども、そういえば小沢一郎小池百合子の不都合入院テクニックっていうのを思い出しますね。なんか不都合な事態、都合が悪くなると入院してごまかすと、そういうのね。これ岸田総理がコロナにかかって一晩で治ったことによってですね、あれ大したことねえな、5類にしようかなんていうことになるといいんですけれどもね。産経新聞社説に韓国メディアワウコリア発狂、照準レーダー照射を韓国大統領が謝罪しないと日韓関係を改善しないと極産経が妄言してるだそうであります。まあまあなんだかやったらめったら長い文章で、苦労しろと言いくるめるのに苦労してるみたいですけども、ネットの反応です。もう無理何したって改善なんかしないけど、公選規定が敵国認定だから謝罪具合ぐらいで終わらないよ。謝罪ろうそく、大統領逮捕、反日政権誕生、何も変わらない。これパククネパターンですかね。で、ろうそくデモでギャーギャー騒いで、まあ大統領が逮捕になっちゃって、なんだかね、それって民主主義なのみたいな、皆さんに呆れられておりましたけれども、当時ね、選挙で変えなきゃダメなんじゃないのなんて、一応パククネだって、選挙でお前ら選んだ大統領なんですから、面倒見てやれよ、投票したやつはさ、別に断行でもええんやで、改善しなくていいよ、大統領が変わればなかったことにされるし、謝罪も何もかも大統領が変わればなかったことにされるしね。これをですね、韓国の言い回しでですね、古い帳簿を気にする必要があるのかというふうな、いうふうに言うんだって。前の大統領がいくら何か約束してもそれ気にする必要はあるみたいな、そういうことらしいんですけどね。古い帳簿を無視したら収支が分かんなくなっちゃうだろうな、どうすんの繰り越し金とか。そこら辺がまあ日本人には理解できない思考のパターンなんですけどね。嘘つきの謝罪など全く信用できない、今でもその公選規定を変えてないんだから関係改善の意思はないんじゃないの。まあ社説一つでここまで発狂、やっぱり謝ったら死ぬ病気みたいですね。国を代表して大統領が謝るのは非常な屈辱なんだと考えてるんだと思います。レーダー照射を千年恨むっていう石碑あちこちに立ったらどうなるんだろう。はははははマシンガンのようにですね、尻滅裂なことをあめき散らして面白いんじゃないか。政府がですね、壮大な音楽付き動画を作って公開して、これまた面白いのではないか。レーダー照射の時に、なんだか知んねえけど、言い訳にもなってない言い訳動画作ってましたけどね。壮大な BGM 付きで。大統領が謝罪したって何一つ変わんないと思いますけどね。関係改善って言うけれども、竹島盗んでる敵国なんだから、もっともっと疎遠になってね、断交を目指す。いずれは
竹島取り返すために攻め入るっていうのが国交正常化なんじゃないかと私は考えますけれども、皆さんいかがお考えでしょうか。というわけで、草加市のポスティングボランティア様大募集であります。メール党員様も大募集であります。立候補してくれる地区支部長も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。